まあ、黒字だのビジネスモデルだったらそれまあ融資しやすいっていうのは当然あるんだけど、その後はまあ応援したい社長かどうかっていうところだよ。熱血コンサル基礎産業。毎年100万円以下の黒字が続いている、もしくは純資産額がずっと100万円以下の会社のほとんどは粉飾決算をしていると銀行員は考えるという話があるのですが、そのように考える銀行は多いのでしょうか。多いと思うよ。多いというかさ、お金貸せないんだよな。よくこれあるんだよ、なんか下から作っとったような決算みたいな、よく言うんだよねH 銀行ではもう下から作った決算とかってよく言うんだよ。あの下から作ったやつですとかって言った瞬間にもう協会付きじゃないとやらないみたいないう感じになるの。この話の悩ましいところが、じゃあこうだから貸せませんみたいな話になるとするじゃんか。そうすると文句言うんだよね。なんか俺は税金を払いたくなくてわざと利益を上げてないんだみたいな話だよね。まあそれも実際こうさ、俺こんだけ現預金残してるんだみたいなさ話になったりするじゃんか。そうするとその実際現地見に行くじゃん。そうするとなんかお金持ってんだよ現金ね本社はなんか俺こんだけお金あるから俺を信じてくれみたいな話になるわけよ。はって感じだよな。税務署に電話してやろうかみたいな思うような案件は割と多いかなと思いますね。純資産額が100万円以下というよりはどっちかというと銀行員がもっと見とるポイントってのがあるんだよね。どこかというと在庫なんだよ。在庫の、 あの仕掛かり金勘定というかね、未成工事支出金とかね、ああいうところ相当見てるよね。あと在庫とかね、やっぱりそういうところを見ながら、やっぱりこれなんか過剰にこう逆に粉飾しとるんじゃないかみたいなことはよく見てたりするよね。実を言うとそれをあの見てるからといって、俺らが見てから金貸せる貸せないだけで済んどるんならまだいいんだよ。あるとこが最近見てんのよ、税務署が見てんだよね。確かね、俺がちょっとある筋から聞いたんだけど、最近すごいんだってね、異常値が出たっていうものをこう100社とかさピックアップするんだよ。でその中でもうこいつはっていうところを目をつけてこう行くって感じだよね。まあ、そういうちょっとやり方でこう見られるっていうことが多いから、まあ、銀行どうのこうのっていう話よりも税金というか、ね、税務署というかね、そういうところの方面から見た方がいいのかなというふうに思いますよね。税金を払いすぎたくない、かつ金融機関からは調達したいというニーズの狭間でこのような決算になっている会社があるという形なんでしょうか。うん、うん、そうだよね。赤字にしちゃえばいいのね。なんかね、もういっそのことね、もう素人なんだよ。俺が言っていいのかなこれ課税回避行為ではないからね。ちょっとあの税金の話は税務署の税理士のプロとかに聞いてね。銀行底面から考えるとあれだよ、一過性の赤字っていう考え方があるから、1期目だけズドンと赤字出しちゃえばいいんだよ。わざと債務超過にしといて、2期目3期目でそれ利益取り返しましたみたいなね、いうことをまあ3、4年スパンぐらいでこう繰り返していくっていう方がむしろいいのかなというふうに思うけどね。なんかじわじわこう作りましたみたいなさ、どっちかというと事業実態がしっかりしてるかどうかっていうことの方、これなんか見ててわかるからね。どんなことやってるんですかいうの見てると、あ、これなんか儲かる事業でしょみたいなわかるから。だからそれでなんかわざと赤字出してるなとか、そういうことぐらいはわかるのよ、銀行員ってね。だからどっちか言うとね、それよりももっともっと銀行員が見てること、こういう会社はね、銀行からお金を借りるっていうのも諦めた方がいいっていう会社があるの。どんな会社ですかっていうと、社長が無駄遣いするってことで社長というかね、社長だけじゃないんで、もう最近多いうちの会社はもう顧客数が増えたってことなんだよな。それだけ2万7000人ぐらいチャンネル登録いるとね、相当数やっぱ相談来るんだけど、一番よくあるのが社長がやっぱ税金に対する考え方っていうのが甘いんだよ。そのくせなんか夜にはどんどんさ、丸の内方面にどんどん遊びに行ったりとかするもんだからさ、本当にその節税対策が本当の赤字になってるみたいなね。だからそれなんか無駄遣いやめたら結構ズドンといきなり儲かったりっていうのが結構あるんだけど、だけどなんかその人がずっとなんか使ってるから、なんかやっぱりまあ定期的に持っていかれちゃうみたいなね。貸付金とかそういうところが増えてくるんだよな。これまあなんかね、ちょっとこう業種言いそうだったけど、まあ物を売ってる会社なのよ、物販だと思っとってください。在庫とね、同じぐらい役員貸付金があるんだよ。早い話、年商が6億円なんだよな。6億円ぐらいなんだけど、在庫が
まあ2億円ぐらいあるんで役員貸付金が3億円ぐらいあるんだよ。でそれに対してその貸し付け金というか銀行借り入れが4億円あるってことだよね。まあ2億円がまあ在庫にヒットしてるってことを考えても2億円は無駄遣いに消えていってるわけだよな。じゃあなんでその要は貸し付け金とかになっていくんですかみたいな話なんだよ。要は接待交際費だけで賄いきれないからもうどんどんこう貸し付けてるんだよ。それが認められない分どんどん貸し付けてる。でキャッシュベースで銀行員っていうのを見るから、だからまあ赤字になろうが黒字になろうがそんなとこはあんまり、まあ、見てないことはないんだけど、どっちかというとこいつなんか無駄遣いしょるなみたいな形になるんだよね。だけどそのビジネスモデル自体は割と儲かってるから、じゃあ社長無駄遣いやめないともう今後融資しませんよみたいな話になっちゃうっていうかね。だからそういう人っていうのはもう銀行返済もうさっさと全部返しちゃってさ、他の投資家からお金を出してもらうとかしてね、なんか税金で例えばさ、まあ5000万ぐらい払うのがもったいないっていうことになれば、2000万から2500万ぐらいのね配当に割り付けてから2億円とか引っ張った方が硬いよなっていうふうに思いますよね。こういう形で下から決算を作っていく会社っていうよりも、赤字なら赤字で正直に決算を出してくれる会社の方が、まあ、社長さん会社としてのこう信用度というかっていうのは上がって、銀行からの調達っていうのが可能性が上がるという形でしょうか。うん、そうだよね。まあ実際やってる頑張ってるってところを見ても応援業だからね。あのよくあるね、事業は応援したくても社長は応援したくないっていうのは銀行結構あるからな。俺もあったもん。あるまあ水害と渋滞の町三原市で某商社ってのがあったんだよな。支店長はロータリークラブでとかでなんか一緒なんじゃないのかな。それでなんか急にねこうむちゃくちゃ悪かったんだよ。だけどこう要は急に良くなってきたんだよ。それ良くなってくるっていうのは市場変えたからなんだよね。でその市場変えたっていうところがまあ俺らも分かってるんだけど、やっぱ今の話要は社長がまあいろんな銀行とこう見比べながらこうコストダウンコストダウンでいこうとするから、でもやっぱ一番苦しかった時をやっぱ応援してたのは H 銀行だから、じゃあこれやるんだったらもう俺らも担保も返しても返すから、こっちもうプロパーごと全部その隣の C 銀行に借り換えてもらえっていう話したね。俺がそれが気に入らんかったんだよ。ああすごい、その今日は支店長に文句言ったんだよ。で支店長が俺に言ってくるんで、いやこんな金利でできんのっていう話してよ、もちろんお前がやれやって、コンボ交渉せえやっていう話したんだよな。そしたらだってそうじゃんね、損してまでやるんかっていう話、支店長がって。金利がやばい、マジで。0.4 か5ぐらいなんで、0.4 何本ぐらいなんで、出来上がり金利が。の、5年固定かなんかだったって。債務超過だぜ、一応。一応債務超過なんだよ。債務超過か、まあ、役員借入金まで含めたらね。でその貯金、まあ、1期目が黒字で2期目も途中まで、まあ、大幅黒字になって3年目ぐらいでは元に戻るっていう目算はついてたんだけど、ちょっと良くなったからってことでね、隣の C 銀行がじゃあお求めしましょうかみたいな話になったら、まあ、ついてくるみたいなさ。ほら逆に言うと正直な赤字のビジネスモデルか黒字のビジネスモデルかっていうとこをまず見るんだよね。まあ黒字のビジネスモデルだったらそれはまあ融資しやすいっていうのは当然あるんだけど、その後はまあ応援したい社長かどうかっていうところだよね。ここがまあ実を言うと銀行員担当の方が怖いっていうところが実は一部あって、俺がどう今の話結局俺コンプライアンス委員会に言うからっていう話したんだ。だってやれって言ってやらないっていう権利はあるからね。だって損してまでやるんですかみたいな話じゃん。まあそんなだったら担当外してもらってもええっていうわけ。でも担当外したっていうことはパワハラになるからねこれっていう話、結構俺が抵抗したんだよ。ものすごい抵抗したんだよ、これ。実を言うと。そうするとね、結局向こうが折れたんだよ。やっぱりお前それでもええんかっていう話をしたからね。いや別に俺もね、実を言うとその時に、もう9月をまたいでたんだよ。前ちょっと言ったかな、どうして辞めたかっていう原因があったんだけどね。まあ10月、11月ぐらいだったのかな。だからもう自分がもう独立したいっていうのも頭にあったから、そういうようなことも言ったんだと思う。まあ結局トップセールスも5期連続でやったし、でもうやれるほどはもう全部やったと。だけど後任の人間がさ困るようなことだけはやっちゃいけないと思ってね、お前なんかこれでええんかっちゅう話をしたのよ。そうするとなんか急にトーンダウンしちゃうんだよ。いい時ばっかりじゃないですからねっていう話をしたのよ。いやまあなんか結局落としどころつけてから、そのまあ C 銀行よりも高い金利でまあむちゃもらって一部こう実行したみたいなんだけどね。なんで見たいって言ったかというと、俺が林業書かないって言ったから。
だけどなんかいろいろお手紙とかもらったよ。なんかあの揉めてすいませんじゃないけどもらったけど、だけどやっぱりその応援してもらえる人かどうかっていうことと、応援してもらえる事業かどうかっていうことが大事。それと同じように、要は応援してもらえる事業っていうことはやっぱ粉飾制というかね、ちゃんとこうコツコツその100万とか100万以下の黒字言うんじゃなくてね、やっぱりちゃんと赤字なら赤字、黒字なら黒字っていうふうにちゃんと出し切っていくことが大事なのかなというふうに思います。ということで、まあ今回の話っていうのはもうストレートにいけというのが、もう事業実態っていうところがちゃんとあるわけだから、そこに向いて融資してるっていうのがありますのでね、やっぱりそういうことって日頃の情報交換からいくっていうのが非常に大事だと思っておりまして、今あの1万2000円のメンバーシップやってます。あの4人1組で情報交換をやったりするんですけども、おかげさまでもうあの50超えたのかな、まあ、100社ぐらいまでやりたいなというふうには思っておりますので、あのいろんなマッチングもできますしね、資産運用系の話とかそういうことのアドバイスもできたりとかするので、フランクにお話ししていきたいと思います。ご興味のある方はこの下の概要欄にリンクを貼っておきますので、お気軽にお問い合わせいただければ、私自らあのご説明したいと思いますのでよろしくお願いします。それと今資金繰りに困ってるとかね、あの赤字体質から抜け出したいとか持ってる方がいらっしゃれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。